こちらのコーナーでは白鳥の毛など13本の筆を試すことができるんです。書道家気分。生産量日本一を誇る熊野筆。筆の里工房では筆にまつわる歴史などを学ぶことができます。筆作りはほとんどが手作業。中でも毛を選んで混ぜ合わせる作業が一番重要で、職人が指先の感触を頼りに仕上げていきます。50何年かね、どんな筆でもね、お客さんの注文に応じられるのが一番特徴でしょうね。ここでは筆作りが体験できるコーナーも。毛並みがこれ糸で絞り出す、ね、無駄になるよね。職人気分になれますね、これ。あ、あんまりね、ここから手加減が難しいんだ、手加減がね、はい、職人が丁寧に教えてくれるので初心者でも作れます。世界に一つだけの筆、あなたも作ってみませんか？